ツイステッドワンダーランド。よっ、ちょうどいいところに。今うちの談話室が果物であふれかえってるんだ。もらってくれよ。誕生日祝いにって地元から送られてきてさ、寮生みんなで食べても食い切れそうにないんだ。あれ、お前もプレゼントを用意してくれたのか。ありがとう。それじゃ交換だな。今日は思いっきりお祝いしてくれよ。俺も全力で受け止めるからさ。みんなが開いてくれる俺の誕生日祝い、いつもの宴とは違う特別感があるよな。首元がちょっと窮屈だな。寮生たちが踊りと演奏を披露してくれたんだ。すげえいい感じだから俺もノリノリで踊ったぜ。このシーグラス入りの小瓶、ジェイドからもらったんだ。宝石とはまた違う味があっていいよな。誕生日のジャケットが珍しかったのかな。トレイン先生の授業中、ルチウスがずっと俺を見てたんだよ。年に一度の誕生日パーティー、お前も一緒にパーッと盛り上がっていこうぜ。はい、お前とグリムにも三角帽子のお裾分けだ。次の宴にはこれをかぶってきてくれよな。アズールっていいやつだよな。俺がつまずいてた問題を誕生日プレゼントだって手伝ってくれたんだ。魔法の絨毯に早朝から起こされてさ、何かと思ったらすげえ綺麗な朝焼けを見に連れて行ってくれたんだ。この木製のジョッキかっこいいだろ。シルバーにもらったんだ。これでココナッツジュースを飲もうっと。グリムが料理を食い尽くしそう。心配いらないぞ、この後もじゃんじゃん持ってこさせるからな。このジャケットに金のビーズと宝石をつけるのはどうだ。もっとかっこよくなりそうだ。いやー、パイがぶつかる瞬間すげー音がしたし、クリームでベタベタになったけど最高に楽しかったぜ。お前も楽しんでるか？よかった！みんなが笑顔なら、それが最高のプレゼント！